ロシア序曲作品72はセルゲイ・プロコフィエフが1936年に作曲した還元楽のための序曲。1936年、プロコフィエフはソビエト連邦に最終的な帰国を果たした。プロコフィエフから本作の奏行を見せられたオイゲン・シェンカーはこれを自分の楽団で演奏することを受け負う。還元楽には過去にスキタイ組曲や 彼らは7人で用いられたような大オーケストラが使用された。曲は1936年9月25日に完成し、10月29日にモスクワ音楽院大ホールにおいて、シェンカーの指揮、モスクワ国立交響楽団の演奏で初演された。シェンカーは続いて、パリやヨーロッパ各地で本作を演奏している。初演後にプロコフィエフは、シェンカーの助言を受けて、 作品のオーケストレーションを見直しており、金管楽器、木管楽器、打楽器奏者の人数を減らすことにした。1937年10月15日には、セルゲイ・クーセビツキー式、ボストン公共楽団の演奏によりアメリカ初演が行われた。プロコフィエフの電気作家であるサイモン・モリソンによれば、本作は、ロシアの民族舞踊、サロンの歌。 礼拝用歌曲に由来するモチーフが用いられているという、ありがとうございます。